はい、どうも皆さんこんにちは。私キノと申します。今回プレイしてまいりますのは箱庭の眠りエピソード2でございます。お聞きの通りエピソード2です。以前エピソード1を実況させていただいておりました。動画のね、概要欄の方にエピソード1の再生リストと、ダウンロードできるリンクを貼っておきますので、よろしければエピソード1ご視聴かプレイなさってからご覧ください。簡単にね、あらすじを説明しますと、このタイトル画面にいる男性は主人公と一緒に旅をしている記憶喪失の悪魔ルイ君です。このね、手にかざされている光を探して歩いております。歩いてる？で、時々ね、たかだかわしだかの姿に変わったりもします。で、主人公の男の子カストールくんっていうんですけど、の目的としては置き手紙をしていなくなってしまった双子のお姉さんを探しに旅をしている感じです。まあ間髪言わずに早速やっていきましょうか。間髪だいぶ入れたな。ニューゲーム楽しみですね。警告、はい。操作説明、はい。そういえばエピソード1の最後に、なんか女の人も仲間入りしたような気がしますねって言ってたら、すごい不穏な BGM。 もう四死球に行ったんだ。思ったよりも早かったな。誰？まあ多少早まったって別にいいや。計画も早くなった方があの人も嬉しいだろうし。あの人って誰？それにどう転んだって何も変わらない。どうせ結末なんて一緒なんだから。誰？落ちた。うわっ、あらあら、やっぱ3人組ですね。この子が主人公のカストールくん。双子級の星神カストール、ルイと共に軌道12級を目指す。そこにお姉さんがいるらしいんですよね。この星の渡り方僕慣れないな。処女級の星神スピカ、この子が最後に合流した女の子ですね。二人と共に自分の星座級を目指す。大丈夫ですよ。何回かやっていればそのうち慣れますわ。本当かな？慣れるかな僕。待って、主人公に踏まれてるな悪魔。あれ、そういえばルイは？おい、絶対わざとだろ。早く降りろ。めっちゃかわいそう、伸びてる。あ、ごめんなさい、気がつかなかった。なあ、まったくお前は。悪魔ルイ、カストールと共に記憶の光を探す。普通踏んでんのに気づくだろう。ごめんね、本当に気づかなかったんだ。ここ砂で足場が悪いし。確かにここは砂漠といっても過言ではないほど砂に囲まれた星座球です。ルイさんを踏んづけちゃっても気づかないかもですわ。優しい。私はおそらく気づきません。なんかちょっとかわいそうだけど、そこまで言われると。いや、気づけよ。それよりもさ、ここが四死球で合ってるんだよね、スピカお姉さん。それよりもで軽くあしらうなよ。はい、そうです、ここが四死球で間違いないですわ。そっか、ありがとう。いえいえ。とりあえずここの星神に会ってみよう。なんで？ルイの光を見たか聞くんだよ。むやみに探すよりここの星神に聞いた方が確実でしょ。一応ルイの光を探すって約束してるわけだし。
ああ、優しいね。なるほどな。確かにお前の言う通りだ。だが、ここの星神、変なやつじゃねえだろうな。まあちょっと前回のね、動画見ていけいただければわかるんですけど、結構変なやつ多いんすよ。多分。心もとねえ返事。二人でこそこそ秘密の会話ですか？一体何を話しているんです？私にも聞かせてください。何でもないよ。ただここの星神はどんな感じなのかなって。ああ、レグルスさんのことですね。レグルスさんは獅子宮の星神で勇気を司っています。とても凛々しくて男らしい方ですよ。多少少々難点なのは、一度自分がそうだと決めたことは何があっても曲げないのです。なるほど、頑固か。ありがとう、スピカお姉さん。レグルスさんか。怖くなかったらいいけど。怖そう。どうしたの、ルイ。なんかおかんがしたんだが、多分気のせいだ。気にすんな。あ、うん。鳥肌かな？鳥だけに。第3章、スケルツォ。かっこいい始まりですね。お、動ける。ここは勇気を司る獅子宮、星神レグルスの管理する星座宮。メモに追加されました。あー、戻っている暇はない。お、左上に目的が書いてありますね。獅子宮の屋敷に向かおうと。まあ、特にアイテムとかはないと思うので、さささっと行っちゃいましょうかね。いやー、綺麗ですね。やっぱり後ろの月が見てみたい。どっちだ？あ、こっちか。っていうことはちょっとこっちにも寄り道をさせてもらおうかな。そこは星渡りの遺跡への道ですわ。屋敷はこっちではありません。な、そうなんだね。ありがとう、スピカお姉さん。いえいえ。スピカお姉さん、こっちか。まあ、普通に入れるのかな。めっちゃいい城だな。お邪魔します。レグルスさんいないのかな。今度は羊みたいな使い魔もいねえな。どうしよう。なんか門の両脇にいる二人は動かないのかな。なんで悩むのですか？このままレグルスさんの部屋に向かいましょう。え、でも勝手に入るのは。勝手ではありません。私は歓迎されてますもの。え？同じタイミングでクエスチョンマーク頭に浮かんだわ。屋敷の扉が開いているのは星神が歓迎しているからですわ。でなければ扉が開くはずありません。そうなんだ。ね、そうだったんだ。そっか、そうじゃなきゃ不法侵入し放題だもんね。ええ、不法侵入し放題です。怖いですわね。本当に怖がってんのか。なんで笑ってんだよ、怖えよ。ならなんであの時ルイが僕の家で襲ってきた時、僕の家に入ることができたんだ。え、ちょっと待ってよ、それを疑問に思うの怖いからやめてくれない？とりあえずレグルスってやつの部屋に向かおうか。はい、そうしましょう。階段を上がってすぐ目の前の部屋ですわ。うん。怖い。どういうこと？だって最初ルイっていう悪魔はこの子を殺そうとしたんですよ、人間違いで。開かないね。ここ何の部屋だろう。さあ、私もここには入ったことありませんわ。そうなんだね。なんだろう、この部屋。
デザインには誰も突っ込まねえのな。突っ込みたい。俺には話しかけられないと。星神の部屋は2階だろ。すいません。怒られちった。レグルスさんの部屋に行きましょう。すいません。ついね、やっぱゲーム実況者としては全て回っておかなきゃっていう気持ちになっちゃうんですよね。何してんだ？星神の部屋はここじゃねえだろ。すいません。こっちにもある。あらあら、まあまあ。部屋が違いますわ、カストールさん。多分だんだんイラついてんだろうな、この二人。お前、方向音痴なのか？あれ、違う？方向音痴も可愛らしいですわ。嬉しくない。ごめんって。みんなごめんって。行けばいいんでしょ、この部屋に。怖っ。よく来たな。我は獅子宮の星神が一人。星神が一人。レグルスだ。暑苦しそう。ああ、同じ反応。暑苦しい。むさ苦しいですわ。ふん、スピンではないか。お前までどうしてここに。スピーカーのこと間違えてる？あらあら、惜しいですわ。スピンではなくスピカですよ。一体何回レグルスさんに教えて差し上げればいいのですかね。すまんすまん、顔と名前を覚えるのが苦手なんだ。いや、惜しくない？いつものことなんで気にしないです。すまんな。そしてそなたらが客人か。うん、一応客人なのかな。そうか、よくぞ参った、客人よ。なんかこいつからはあんまり悪い気がしないな。すまんが、その青い方から名前を頼む。青い方って僕かな。僕はカストール、総地球の星神だよ。カストールだな。初めて会うが、ポルルンの兄弟か。よろしく頼む、カスン。ポルクスのことだと思うし、カストール君のことをもうカスンって呼んでる。ポルルン？カスン？ポルルンはポルクスさんのことで、カスンはカストールさんですわ。言い間違いがひどい。すまん、顔と名を覚えるのが苦手なのだ。2回目。だが我は覚えるのが苦手だ。覚えられる自信はない。自信のベクトル違うよ。この星神、別の意味で疲れるな。かわいそう。そこの白いモフモフ、名前は何という？白いモフモフじゃねえ、俺様はルイ。あ、カストールのペットだ。すごく頑張ってくれてる。悪魔って言っちゃダメだからね。なるほど。ん？なんか変な間があったな。ま、しばしくつろいでいけ、客人よ。なんか暑そうだな。だから私の名前はスピカですわ。何回間違えるのでしょうか。すまない、頑張って覚えようと努力はしているのだ。スピカお姉さんたち、何のお話をしてるの？なら、カストールさん、レグルスさんが名前を間違えるお話ですよ。覚えようとは思うのだが、なかなか難しいものだな。これでも頑張っているのだぞ。覚えられる自信はないがな。相変わらずですわね。でもまあ、その潔さがレグルスさんの長所です。ですが頑張ってくださいよ。出なければあの人が怒りますわ。あの人？ああ、努力する。あの人って誰だろう。スピカもそうなるとちょっと怪しくなってくるんですけど、カスクス。獅子宮によくぞ参った。僕はカストール、
ポルクスと混じってるよ。それにその名前絶対言いにくいよ。うむ、確かに言いづらかった。どうしよう、おバカさんなのかな。どうしよう、何か言いたげなのはわかるが、まあいいだろう。してそなたは何をできた。挨拶だけではないのだろう。うん、実はそうなんだ。聞きたいことがあって。なるほど、では何を聞きたいのだ。ルイの光についてだよね。まあ一応全部聞きますか。四肢球について。ここは勇気を司る四肢球だ。人間たちの勇気を見守り、奥底に眠る恐れない心を呼び起こすことを役目としている。ほう、シンプル。レグルスについて。我は四肢球の星神レグルス・レオという、軌道12門の5番目に位置し、属性は火を司っている。ゾディアックシンボルは獅子、まあライオンね。アストロロジカルシンボルは何の話。そこまで詳しく言わなくてもいいよ。む、そうか。メモに追加された。ルイの光について。レグルスお兄さん、実はね。散らばった光？そう、散らばった光。ルイが持っていた光なんだけど、その光が飛び散ると同時に記憶を失っちゃったみたいで、飛び散ったのがだいたい半日前ぐらい。今まで2つは見つけたんだけど、まだ全部じゃないみたいなんだ。だから軌道12球に向かうまでの星座球にあったりしないかなって。レグルスお兄さん、スピカお姉さん、見てないかな。残念ながら私は見てませんわ。半日前でしたら処女球で読書をしていましたので。そうなんだね。すみません、ガストールさん、ルイさん。ううん、スピカお姉さんが謝るようなことじゃないよ。我は見たぞ、その飛び散った光とやらを。お、マジ？あ、本当？ああ、半日前に光が空を飛んでいくのをこの目で見た。ここではなく処女球や創魚球あたりに落ちていったが。そうなんだね、ありがとう、レグルスお兄さん。いや、構わんよ。よかったね、ルイ。ああ。どうしたの？いや。何？ちょっと黙ってないで、情報は共有しよう。ほうれん草だよ。とりあえず、これで場所は分かったね。早いけど、ここを出て次の星に向かおう。あら？もうここを出るんですね。もう少しゆっくりしていけばいいのに。いや、お前の言う言葉じゃねえだろ。ゆっくりしたいけど、軌道12球でポルクスも待ってるし。うわ、出たよ。なんでみんなして足止めしてくんの？出ていくのは許さない。え、レグルスお兄さん。もう一度言おう、ここから出ることは許さない。どうして？僕、レグルスお兄さんを怒らせるようなことした？ああ、すまん。言葉が足りなかったな。そなたは何もしていない。だがカス、もう間違いが紛らわしい、カスール。そなたには悪魔の気がまとわりついている。この隣の鳩のこと？悪魔の木？悪魔の木とは、悪魔の魔力の残り香のことを言いますわ。悪魔の魔力は闇を司るため、光を司る星神にとって毒となり、体を蝕みます。そうなんだ。それが、僕にまとわりついてるってこと？その通りだ。故に外に出すわけにはいかない。なんかウイルス的な感じで広がったりすんのかな。このままでは
たとえ軌道12級に行ったとしても追い返されてしまうぞ。え、それは困るよ。どうすれば取れるの？簡単なことだ。そこの悪魔とここで別れろ。バレテーラ、バレテーラ。なんでルイが悪魔だって？ルイさんが悪魔？この人は気づいてなかったんだ。へえ。バカな星神だと思っていたが、そうではなさそうだな。そなた、なぜカストールと共にいる？あ、名前呼べた。なぜ？決まってんだろ。俺様とカストールは利害の一致で一緒にいるんだよ。利害の一致だと？なあ、そうさ。ちょっとルイ。うるせえ、口挟むな。でもカストールは行く先々で光を見つける。俺様はその道中の護衛を兼ねての道案内。こいつは安全に軌道12級まで行けて、かつ俺は光と記憶を取り戻せる。利害的には一致してるだろう。だが悪魔と星神が共にいるのは良くないことだ。現にこの子供の体は悪魔の気による汚染が激しい。それは悪魔、そなたがいるからだと我は思うのだが。ふん、悪魔の気が俺のだってしょ、確証はねえだろ。なるほど、他にも悪魔がいる可能性があるのか。確証など必要ない。悪魔は存在するだけで悪だ。残念ながらそなたはカッスルと共にいることはできない。カッスル、そのうちカスとか言い出しそうだな。存在するだけで悪か、言ってくれるな星神様。ってことはなんだ、俺を殺すつもりか？無論だが、子供の前ではやりたくない。何言ってんだか。ここで今すぐに別れると言うなら見逃してやってもいいぞ。実に残念、お断りだ。仕方あるまい。待ってよ、二人とも、何する気なの？決まっている。これでな、チッチーのとか言い出したら面白いんだけどな。殺し合いだ。ですよね。うわ、あら、うわー、締め出された。嘘、そんな、レグルソー兄さん、ルイ、開けてよね。殺し合いなんて嘘だよね、ねえ。そんな、どうしよう、どうやって開ければ。開けられるの？カストールさん。スピカお姉さん。ごめんなさい、ルイが悪魔だって隠してて。余計な不安を与えたくなくて、だから僕。大丈夫ですわ、うすうす分かっていましたので。え、いつから？最初からですわ。悪魔の気というものを私も少しは感じ取れるのです。それに目も赤かったので。あ、本当だ、そこでバレちゃうね。はい、バレちゃいます。ですが私は別に悪魔とか星神とかどうでもいいんです。だからルイさんが悪魔だとしても特になんとも思いませんわ。そうなの？はい、そうですわ。それよりも気になるのはカストールさん、あなたですわ。僕？カストールさんはなぜ悪魔であるルイさんを助けようとするのです？え、だってそれは利害の一致
というのは理解していますわ。ですが、光を集めるのはカストールさんじゃなくてもいい。もちろん、軌道12球までの道案内もルイさんじゃなくていい。お互い、誰でもいい条件ではないですか？それは…誰でもいいはずなのに、あなたはルイさんを助けようとしている。それに疑問を抱いたのです。カストールさん、あなたはなぜ助けようとするのです？まあ、いいですわ。私はここで本を読んでいます。何かあれば声をかけてください。助けたいなら、ですが。手伝ってくれないの？私が手伝う理由なんてありませんわ。そうだよね。なんでルイを助けたいのか。確か、白要求でも言われたな。なんでこいつを、なんで、君はなんでこいつを助けるの？まあ、これはね、前作におりましたハマルという男の子ですね。なんで助けるか。あの時はルイが苦しそうだったから。苦しいのは辛いから。でも今は、今はなんでルイを助けたいんだろう。考えても仕方ないや。今はとりあえずこの部屋に入る方法を探さなきゃ。スピカお姉さん、なかなかの淡泊ですね。あら、どうしましたか？本を3つ聞けると。まあ、キリがいいので今回はここまでにいたしましょうか。次回からは悪魔を助けましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回に続きます。